あったかいですね、まだこの季節でも。そうですね、あったかいです。でも LA ってこんなにお店開いてないもんなんですか。朝は弱いですね、ロス。ロスってなんか都会なイメージやからすごい開いてるイメージやけど、そんなんじゃないですね。アメリカ人早起き苦手なんですよ。なるほど。車から前でしたね。明らかに自分のな。ひどいっすね。そうですよね、そうですよね。一瞬僕見てなかったから。いや、飲んでましたよね、あれ。そうですよね、そうですよね。手に持ってましたもん。一瞬その音した時は僕ちょっと見てなかったから、間違ったんかなと思いながら注意したんですけど。はい。いや、間違ってないっすよ。いや、ね、明らかに証拠が。そうですよね、飲んでましたもんね、最初。はい。日本とえらい違いますね。もう日本もあるっすけど、昼間から朝こんな時間から飲んでるもんなんですね。これでもそのゴミ箱そこはね。はい、一緒に捨てましょう。すごいな。あ、でも入ってます。いや、全部めっちゃ飲み。これここに持っていいですか。はい。いや、もうゴミ箱ですから捨てちゃいましょう、これ。はい。覚えとっていいですか。はい。治安があれですね。悪いですね。ホームレスの溜まり場が多いです。溜まり場ですか。今日は少ない方ですね。なんかホームレスね、すごい危なくないイメージ。最近のホームレスは危ないですよね。間違いな、危ないです。まあ、でもなんか不用意に僕上げへんようにしましたね、最近。なんか刺されるって。いや、躊躇ないですよね。向こうも失うものないですから。マジっすか。ラリってますし。うわ、おい、おい、excuse me, excuse me. Please don't throw the trash. What? Just pick it up, pick it up. Let's see your hand. Come on.逃げてきました。逃げてきましたね。怖かったです。めちゃく
ちゃちょっと怒ってました。はい、すごかったですね。皆さん、あの人ポケットに手突っ込んでませんでした？突っ込んでたですね。あれ何か持ってませんでした？なんか持ってましたね。なんかそれちょっと警戒しながらちょっと危なかったっすよね今。はい、なんか距離開けたらあかんなと思って、はい、近づいて、それは鉄則じゃないですか、武器持ってる人にも。はい、ただでもあの人持ってたのちょっと光もんっぽかったもんね。あ、バットとかじゃなかったから。すごい手にポッケ突っ込んでましたね。突っ込んでました。はい、ポイ捨てでここまで。なんかめちゃめちゃイケイケな感じですね。チカーノって感じがしましたね。チカーノって感じでした、ね、なんかホーミー連れてくるって言ってませんでした今。あ、言ってたですね。危ないです。撤収しますか。撤収、とりあえず場所変えましょう。はい、ホーミーは連れてきたら仲間をっていう意味ですね。危ないですね。レオさん、はい、やっぱりアメリカではポイ捨てちょっと難しいんじゃないですか。注意。はい、先ほどすごくヒートアップしました。そうですね。でもちょっとやっぱり、まあ、日本と現状は違いますけど、たかがポイ捨てですもんね。そうですね。人を刺すことないですよね。まあでもこうね、ちょっとでも切れくしたいかなっていうのは、ちょっともうちょっとだけちょっとやらせてください。よいしょ。そうですね。いや、安っていいですね。ね。It's somebody's job. They're gonna come get it. It's just fine. Yes. Somebody else is gonna get sir, it. Sir, you can pick it up though. Don't listen to me. No. But I mean, you can pick why, it up. Why not? Because it's somebody else's job. It'll be okay, friend. It's just fine. I mean, unless you want to fight about it, you can't. It sounds like you do. Yeah. What? Let's pick it up. No, you get it. Man, push me. No, you get it. You pick it up. No, it's good. え、大丈夫ですか、ロさん。え、めちゃくちゃ痛くないですか、大丈夫ですか。いやー、やっぱアメリカでこれやったらあかんっすね。喧嘩なりますね。前もあったんですけど、アメリカはあんま拾わないですか。じゃ注意しないですか。いやー、もう素通りっすね。あ、そうか。いやー、だって、あれに…こんな感じなんですか。そうですね、やっぱり LA ってポイ捨て注意しても意味ないんじゃないですか。レオさん、全然意味ないですか。いやー、だってもうね、文化的にスキートロー、はい、さっき見ましたじゃないですか、はいはい、もう息を吸ってるようなもんですよ向こうは。ポイ捨てなんて何も感じてませんよいやー、もう息してるもん。いや、何言ってんすかって怒ってるじゃないですかみんなやっぱりちょっとですね。ああ、そうなんですね。ああ、もう向こうがなんすかじゃないですか。もうちょっとそうですね、さっき言ったそのスキットローも、はい、ポイ捨てとかのレベルじゃないもんね。そうですね、ポイ捨ての上に寝てますもん、はい、ゴミの山に寝てる感じですもんね。違いないですね。なるほど、それはじゃあ
例えばね、こんな話があって、全地球人がゴミを2つ拾ったら、はい、地球からゴミがなくなるって言われるんですよ、はい、地球からゴミをなくしたいと思って1日2つ以上のゴミを拾ってるんですよ。素晴らしい、さすが日本人それはアメリカ人にも全世界の人にもって思ったんですけど、それはダメですか？いや、それできたらレオさん大統領っすよそれはアメリカでは無理ですか？難しいんじゃないですかね。やっぱりもうポイ捨てをいけないってね、はい、心に思ってもいないんじゃないですかね。そう、アメリカ人のその感覚としてはそうなんですか？お前が拾えよ、俺の仕事じゃねえよってしか思ってないっすよ。さっき言ってましたね。言ってましたよね、はい、ほんとひどかったっすよあれ、他のやつらがみたいな。ちょっとまあでも、自分は諦めずに、はい、いろんな方法を使って。まだやるんすか？ポイ捨て注意はちょっと危ないから、はい、ね、殴られると思うんで、それはちょっとやめとこうかなと思うんですけど、はいはい、違う意味で、例えばボクシングで試合に来てもらって勝ってリングの上で言うとか、ポイ捨てやめましょうとかっていうのは、それはどう思います？それは響くと思いますよ。あ、本当ですか？やっぱチャンピオンが子供たちに言うと、そこから育っていくではないですか。なるほど。今の悪い人たちには響かなくても、次の世代の子供たちに響けば。なるほど、はい、なるほど。もう下がやれば上もやっていくしかないんじゃないですか。あ、本当ですか？はい、そういう風にやっていきます。それはアメリカも同じじゃないですか、ね、恥ずかしいじゃないですか、子供をやってるのに自分ができなければ。そうですね、そうですね、はいはい、そうですよね。あ、はい、それはあるんですか？一応 それはありますよ、アメリカ人でも。はい、なるほど、わかりました。じゃあそういう感じでちょっと思っています。ポイ捨て注意はね、僕ね、前もね、オーストラリアでもやったんですよ。はい、普通に喧嘩だったんですよ。そうし、普通に喧嘩なって、結局動画上げられへんかったんですよ。チャンピオンと喧嘩ってどういうことですかね？やっぱり捨てる人はやっぱり夜が多いんで、はい、夜の街に出たんですよ。なるほど。ほんなみんな垣根に捨てるんですよね、うん、木の生えてるところに。あれなんでなんですか？あれは灰皿なんじゃないですか、ね、お酒のせいですかね。なるほど。でそれでそのオーストラリアでやったら、普通に喧嘩なって、はい、あかん、無理やってなって、で今度そのオーストラリアのギャングの話とかマフィアの話をちょっとしたら、はい、それは収益化できひんってなって、動画ちょっとやめて。ああ、なるほどですね。やめました。いやでもこういうのはやめていきます。はい、気をつけてください。はい、もっと違うアプローチで子供たちに言うようにしています。はい、皆さん、海外ではポイ捨て注意やめましょう。常識が違うんで。矢坂、アメリカでポイ捨て注意ダメですね。すごく難しかったですね。すぐ怒りますね、アメリカ人。あ、そうなんですね。自分が悪いのに。最後のでっかい黒人さんのプッシュの説明をしたくて、アメリカ人って、はい、押すじゃないですか。押しますね。日本人って掴むんですよ。そうですね、そんな甘くないですね、やっぱり押すか殴るが先に来ますね。おでこをつけるとかいう文化はありません。アメリカ人の友達に聞いたのが、最初外人バーというかクラブでバウンサーをやった時に、アメリカ人の友達に、リオ、外国人は常に卑怯な手を使っていることが気をつけろと言われて、なんでって言ったら、日本人はこうやって喧嘩始まるけど、外国人はノー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 って言ってバンって殴ってくるから。間違いない、当たり前です。マジで、はい、そうなんですか？やっぱり間違いないですね。だからある意味プッシュするってジェントルなんですよね。じゃない、まあ、だってまあ、プッシュして、はい、それがやるのかっていう意味のプッシュで、そこから近づけへんかったら、お互いがもうそれで終わりでしょ。プッシュはファイトのゴングですね。なるほど。で、リングに入るか入れないかって感じかもしれません。あ、なるほど、はい、そこから一歩踏み込んだら押しっていう感じ。そうですね。でこのバーンってプッシュがあっても何もなかったら、もうそれで終わりっていうのが、よくビビって下がったってみなされることが多いですね。なるほど、はい、それがその日本人知らない人多いから、はい、押されて行って押すとか、
パウンド間違いないですね。のがあるんですよね。度胸あったとしても間違いですね。そこ間違えたらダメなんですよね。海外ではそれが合図だから、はい、ここから俺は下がれへんぞと思われた時点でもう刺されるか打たれるかっていうことがあるから、それは日本人知っとかないと思うんですよね。海外と日本の違いじゃないと無意味にやるつもりなくても打たれてしまうっていうのがあるから、そういう気付けなんですよね。間違いないです。皆さんそれ知っててください。本当に危ないんで海外は。さっきも途中でホーミーが言ったでしょ、なんか持ってたかな、持ってましたよね。間違いないですね。アメリカ人卑怯な技使うので武器やみんな持ってるっすよね、アメリカ人。間違いないです。大人そうなメキシカンの友達も車の子に銃入ってて、みんな持ってるんですかね。持ってる人多いです、多いです。じゃあ持っとかないと身守られへんもんね。もうあれですよね、人をやるためじゃなくて自分を守るためで持ってる人も多いんで、そういう世間っていうもんなんですかね。恐ろしいですけどね。そうですよね、はい、いきなりね、最近もなんか撃ったり刺したりとかあったんでしょ、その辺で。ありますね。それは自分を防衛する意味では元からないですよね。そうですね、やっぱり威嚇であったり力であったりそういうのを用意をしとくことによって自分を身も守れるっていう感じなんではないですかね。なるほど。あのね、前自分黒人にこうやって撃つぞって言われたことあるんですよ。え、マジっすか。で、サウスセンチュラルの方で、その時僕は人がちらほらおったから撃ったんやろうなと思って、こう下がれへんこう目つきでずっと見とったんですよ、そいつは。だからたまたまそいつは引き下がってきたんですけど、この間ウーバーの店員が迷惑系 YouTuber になんかいたずらされて、ウーバー店員は何かが与えられると思ってバンッといったニュース見たんです。あんなん見た後やったら僕映そうって言われたらすぐもうごめんってウーバードライバーも必死でしょうね、自分を守るために。なるほどなるほど。あ、そういう人いっぱいおるから。物騒な世界ですからね、はい、それアメリカのニュースでやってましたよ、はい。だから本当日本人の人は気をつけなあかんですね。安全な旅行を楽しむようにしましょう、日本の皆さん。はい、っていうことでアメリカのポイ捨て注意絶対したらあかんですね。やめましょう。はい、郷に入れば郷に従えっていう、そういうことで、その町のルールがあるんで、その町のルールの上で安全に暮らしましょう。ありがとうございました。皆さん、ありがとうございます。